スポーツテストとは、文部科学省体育局が定めた国民の運動能力を調査するために実施する体力運動能力調査の通称。1999年に大幅な改定が実施されたため、1964年に制定された通称旧テストの経験者と改定後の通称新テストの経験者とでは互いに知らない種目が存在する。 文部科学省は2008年度から全国の小学5年生と中学2年生全員の体力運動能力調査を実施している。1964年の東京オリンピックの開催を契機に国民の体育への関心が高まる中、当時の文部省は競技スポーツの発展とともに国民の体力増進策の一つとして、まず国民の体力に関する情報収集を、 実施することとなった。そこで、運動能力テストと体力診断テストを発案し、特にデータ収集が容易な小学校と中学校を中心に導入した。将来的には、すべての勤労者、就学者からのサンプリングを可能とするため、対象者を10歳以上59歳以下に設定している。就業者のサンプリングはほとんど進まなかったが、一方で学校では、 スポーツテストと名打ち、児童生徒の体育的行事の一つに位置づけ、データの収集に取り組んだ。データの取り扱いは学校、または各自治体の教育委員会により違いがある。教育委員会が指定した学校の全校児童生徒のデータを挙げる、自治体もあれば、すべての所属校から無作為抽出したデータを挙げる、自治体もある。方法は様々だが、文部省、 文部科学省は国民の体力に関するデータを集積することに成功し、体育行政の基礎資料としている。1964年に制定され、1998年まで実施された。総合的な運動能力を計測するために行われた。一かに10から29歳におけるテスト項目を挙げる。部位ごとに特定の運動能力を計測するために行われた。 以下に10から29歳におけるテスト項目を挙げる。6歳から59歳までの男女が対象とされた。6から9歳、10.11歳、12から29歳、30から59歳の4つの年齢層に分けられており、各年齢層でそれぞれ実施する内容が異なった。1964年から12から29歳。 1965年から10.11歳、1967年から30から59歳、1983年から6から9歳のテストが実施された。実施する。空欄実施しない。1999年をめどに旧スポーツテストを全面改定することになった。その大きな理由は以下の2点である。つまり安全性の重視。 種目と記録の妥当性、場所や計測法の簡略化が要求され、以下の項目が削除対象となった。1999年より実施された身体力テストは、19歳以下においては以下の9種目で構成される。6種目が9テストから継承したもの、3種目が新テストから新しく採用されたものである。 6歳から79歳までの男女が対象となる。6から11歳、12から19歳、20から64歳、65から79歳の4つの年齢層に分けられており、各年齢層でそれぞれ実施する内容などが異なる。実施する。どちらか1種類を選択して実施する。ADL の回答によって実施の可否を検討する。空欄実施しない。 ありがとうございます。